かなこれ。はい、はい、すぐ戻れ。時期によるの。そうそうです。ワインを入れた。本当に白なのかどうか。おお白でしたー。わわわわ、おいしそう。乾杯。あ、おいしいです。お、え、飲みやすあのさ、ご飯食べたりさ、飲んだりするとき、えって言うよね。言う気づいてなかった、この25年間めちゃくちゃ飲みやすくない？景色と撮ってきます。やばいやばい、恥ずかしい。裏側恥ずかしいよ。すごいさ、あの、いいね、後ろが現実感ゼロでとってもめっちゃダサい、このタイツにこの靴下現実的。すごい緑。ほんとだ、なんかここの空間作った人みたいじゃん。私がデザインしました。空間プロデュースの方。コンセプトはコンセプトは、日常とまではいかない日常をテーマに、プールと見せかけてプールじゃないっていうところが、またちょっとこう人々の心をくすぐるんじゃないかなっていうふうに、あえて落ち葉を散らばかせてって、何そんな日本語聞いたことない。元祖箱根の、なんかさ、良くない、このなんか本みたい、本、なんか本、燻製卵、当たるって言ってるんで、心を沈めて優しく選んであげてください。はい、優しく選びます。かわいい水色ピンク。あー緊張する。これで今年の恋愛運が、あ、違ったこれ。ちょっと待って、これ本当に当たる？
古い傷を放置してしまうとさらに深くなってしまうものよ。今こそ向き合うべき時じゃないかしら。どういうこと？話し言葉なんだね。ラッキーアイテム、赤いカバン。今日は黄色に注目。白馬に乗った王子様とか最近言わないの？まあ見たことないけどね。ちょっと待って、これ現実突きつけられてるじゃん。今日は黄色いものがいいってことだよね。持ってないんだけど黄色い。まあいいや、うん、たかが占いです。この湯本で購入した購入品を紹介したいと思います。こちら。こちら購入していませんが、宿泊した方にもらえたのかな？もらえてない。もらえてないか。これを持って館内歩いていいよって、浴衣の色と、ね、合わせて水色にしました。こちら。じゃーん。元祖箱根温泉まんじゅう丸島本店です。生ものですのでお早めにお召し上がりください。わかりました。こしあんの温泉まんじゅうです。16個入りと、こちらがカステラ焼き箱根まんじゅうっていう、もうね、多分箱根まんじゅうって言っちゃえば何でもありなんだろうなっていうのを感じました。これも超美味しそう。あとは、まあ、おみくじ、このぐちゃぐちゃになったぐちゃぐちゃになったこの恋みくじ、こんなもん信じません。でもすごい楽しい時間でした。でこう時間をね購入したということで、すごくいい時間だったんじゃないかなと思います。そしてこちらイカの塩辛、これは神奈川県小田原だからこの辺のイカの塩辛だ、この辺のイカの塩辛です。まあ間違いなく美味しいから、これお酒のお供に買ったのと、梅クラゲ、梅クラゲも私はもう本当に好きなので、梅が好きだから買いました。クラゲも好きだし、クラゲポン酢も美味しいし、梅クラゲちゃんに買いました。そして本日のメインディッシュがじゃん、小根山っていうね、日本酒、純米吟醸の、開封してみたいと思います。あーすごい、あーすごい、なんかもうめでたいです、すでにすごいよ、めでたくない？出ます。おすごい、こんなんで飲むの初めて。あ、誰が買ったんや。誰が出てきた。箱根山、美味しそう。あ、そうね、これで飲みます。なんていうのこれ、わら、なんていうの、マス、マス、マスで飲みます。最高だね。浮かべて、浮かべてね、これを温泉に入って飲みたいと思います。このセットで最高じゃない？こんな理想の箱根セットっていうので売ろうかな、うん、理想の箱根セット、これさえあれば間違いない、うん、間違いないよこれ。他にもいろいろしらす山椒とか温泉の素とかも買いましたけど、こちらは紹介せずということで、では夜ご飯食べに行ってこようと思います。その前にシャンパン飲みます。やだろうな、こんなテンションの。思ってたのと違うって絶対コメントくる。